はい、皆さんこんにちは。今日はですね、自分 Mac を購入して5、6ヶ月、まあ大体半年ぐらい経つんですけど、 Windows から Mac に変えてみて、 Mac を使用してみての感想をいろいろ語っていきたいと思います。はい、まず一つ目、まあ皆さんも知っての通りわかりますよね。ほら、このかっこよさ、もう置いてるだけでもその存在が抜群なんですよ、Mac って。27インチで、自分は27インチを買ったんですけど、まあ、結構大きいんですよね。はい、まあ、もうこのかっこよさも本当素晴らしいと思いました。はい、でね、あとキーボードとかマジックマウスとかトラックパッドも、無線なんですよ。で、 PC 前面の方はすごくスマートな、これわかりますかね、この感じ。はい、もうすごいコンパクトに使えるんですよ、キーボード周り。めちゃくちゃいいです。線がないのってすごい便利だなと思ってますね、個人的に。はい、2つ目、まあね、画面がすごく大きいんですよ。はい、自分は一応27インチ購入したんですけど、最初はこの画面の大きさに戸惑いました。まあ、動画作成したりするのもね、画面が大きいんですごくやりやすくなってます。はい、で、あの3つ目、まあ、Windows と比較して最初の起動がものすごく早いです。まあ、自分はフュージョンドライブの3テラにしたんですけど、まあ、フュージョンドライブにしたからか、まあ、起動がほんと早いです。はい。で、次4つ目ですね。はい。で、何をやっても相当静かです。はい。まあ、iMac 中身はノートパソコンの性能なんですけど、まあ、ファンの音すらあんまり聞こえないですね。多分熱処理が結構いいんでしょうかね。はい。で、5つ目。何をやっても結構サクサクですね。はい。MacOS 自体が、まあ、結構軽いと思うので、まあ、何でもサクサクとこなしてくれます。はい、で、次6つ目、はい、トラックパッドとかマジックマウスっていうやつを使ってるんですけど、こいつがものすごくやばいくらい使いやすいです。はい、まあほら、例えば戻るボタンあるじゃないですか。 Windows の場合っていちいち戻るボタンを押さなきゃいけなかったんですけど、はい、トラックパッドとかね、マジックマウスだったら、もうこう手のひらで全部戻ったり進んだり、ブラウザー見るときとかですね。はい。できるんですよ。まあ、そこがすごい、細かいですけど、すごい快適に使用できてます。はい。で、次7つ目なんですけど、まあ最初から使用できるアプリがね、すごい優秀なんですよ。iMovie、ガレージバンド、Pages かな？あと Numbers、Keynote。iPhoto など、まあ、こんなにいろいろ無料であるんで、Mac 買った瞬間からね、いろいろと動画編集したりとか、音楽編集したりとか、表計算だったりね、まあ、文章作ったり、まあ、何でもできるんで、すごいおすすめです。最初からついてるアプリがすごい優秀だよっていうことですね。はい。ちょっと動画が長くなりすぎたんでね、ここで一回区切ろうと思います。はい。じゃあよかったらチャンネル登録よろしくお願いします。